はい、ごきげんよう。ということで、指導対局、村田智弘先生との対局をお送りいたします。うまく角交換はさせてもらえたんですけど、今回の将棋、一体どうなったか、ぜひご覧ください。では、どうぞ。はい、ごきげんよう。ということで、指導対局行ってみましょう。思い切って。あんまり成果が出てないんですけどね。月に4回ぐらいしかできないので、思い切っていきましょう。さあ、先生よろしくお願いいたします。これか、先手が欲しいな。振り飛車できますかね。一手損でいきます。ダイレクト向かい飛車とか変えてきますかね。取れてますね。若干不安になりました。そうですね、最近は定跡勉強じゃなくてですね、どちらかというと、詰み将棋をたくさん解いているのことが多いですね。はい。比較的空き時間で1分、2分考えれば解けますので。時間が作り、隙間時間を使いやすいんですね。で、詰み将棋の方に、まずたくさん解いてます。はい。たくさんではないのかな。なんか繰り返しやっぱり2周、3周しないと。意味がないとは思っていますので。あ、役利銀ですかね。こっちをついておいて、相手の形を決めずに。ここで間に合うかなんですね。勝手に候補手を持ってるのは、一手、だから、5八金 ?5 二金か。相手、僕が後手だから。5二金か、そうですね。飛車は下げれないからな。5筋に金を上げて、で、そこに飛車を落としてっていう形を作りたいんですね。ただ間に合うのかな?間に合わないよな、これな。一回どうなるか見てみましょう。短手数で一気に決戦で終わってしまうので、よく考えないといけないところですね。あと一手ですね。一手
てで、飛車が1個下がってるという話が早いんだけどね。攻めてきますかね。なんか手を作ってきそうで怖いですけど、どうしましょうかね。難しいですね。単純にあれですけどね。ふーってふーってですかね。金の斜め左上にですね、まあ、角を打ちたいんですけど、多分まあうまく下げられてしまうんでしょうけどね、これね。ああ、ですよね。ですよね。さすがですね。黒の方すげえや。ああ、やってしまってますね。取ったら桂馬が取られますね。で、放置すると、放置して王様を逃げるとですね、まあ、桂馬が取られてしまう。で、金で取るとと金ができてしまって、飛車が成る形ができてしまうということで、もう見事ですね。どうすっかな、これ。7分。難しいっすね。取るしかないでしょうね。上がっておいてから飛車が成り込んでくるのをミスミス放置するしかないのですかね。時間がないっすね。どうする？
とりあえず跳ねましょう。放置するとあれですが、何だったらエロ落ちてくるのかな。通ると5分、おお時間ないですな。通ると金打って打たれて詰んでしまうか。ああ、金打たれてる、うまいな。しゃあねえな。ゲーム跳ねてきますかね。できますよね。こうならざるを得ませんよね。角取ってくるのかな。ですよね。見事ですね。手はないか。な気がする。罪がかかってますかね。延命措置でなんか精一杯っていう感じですもんね。うん、ですよね。多分こうなりますよね。3分。こっち行ったら詰んじゃうので、こっちしかないんですが。上げても詰みますし、ダメですね。そうですね。ありがとうございました。参りました。どれぐらいでしょうね。呼ぶがいい。
これでも余談ぐらいなんですね。まあそうですね。どっか、やはり失敗してる点があるのかなというふうに思いますね。なんか失着があったみたいですね。でした。一回切らせていただきます。はい、それでは本曲を振り返っていきましょう。ですね。本曲、場面は、局面はですね、3三桂と、私が跳ねたところです。で、この手に対して、まあ、頭に歩を打たれまして、さらに、まあ、桂馬跳ねるんですけど、ここに対して、4六銀と打たれるんですね。で、この後の手が、まあ、焦点で、まあ、4四銀と打つべきだというのが、コンピューターの、手順です。で、以下4四銀と打つことで、3三歩成、同金、2二角打つの、金をその後3二に下げて、1一角成の時に、6二玉と逃げると、まあ、飛車が角に当たって、馬に当たってますので、その後1二角と、1二馬と逃げるというのが手順のようで、その後戦いがですね、6筋に移っていくというのが、コンピューターの手順のよう、判断している流れのようです。実際はですね、まあ、銀を打つところ歩で補になったんですね。そこから一気に決着に奇数がついていってしまいましたね。実にうまく攻められてしまったんですよね。うまく攻め筋がなくて、この後、そうですね、桂を跳ねて、この角も、王様のところに睨みを突き貸しているつもりだったんですけど、結局うまく裁かれてしまいましたので、まあ、かなりそうですね、まだまだ実力が足らないかなというふうに思いました。はい。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではごきげんよう。